はい。生体師の角谷です。今回もですね、動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございます。また、あのー、明けましてですね、あのー、おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。てな感じでですね、あのー、まあ、新年一発目の動画をちょっと撮っていくんですけども、今日の、えー、朝っていうか、日雨にね、撮ったものが今日の夜に上がるので、結構リアルタイムの話なんですけど、これね、正月休み僕ちょっと、二十12月29日から、 今日の、えー、12月6日になるので、9日間、ちょっとお休みいただいてまして、まあ、あの、社会人になってからは初めてです。こんな連休あったの。僕、昔働いたビュ、え、生骨院とか、12月31日の午前中やって、で4日の土曜日も午前中やって、みたいなね。ほんまにあの、キークというようなところで働いたりしたので、この9日間の休みめっちゃすることなかったんですよ。で、ただあのー、ただ予定としてたのが1月のですね、3、4、5の2泊3日でちょっと沖縄の方に、 久々に行こうかなと思って予約取ってましてですね。で、3日の朝に起きて、えっと、関西空港に向かって、で、空港着いて、あ、まだ時間あるわ、っていうので、ちょっとトイレに行って、で、えー、チェックインみたいなのしたんですけど、僕が乗る予定の便は9時50分だったんですね、朝の。で、えー、チェックインというか、機械通してるは9時22分だったんですよ。なんで、えー、28分前ですよね。っていうので、もう30分前には締め切りました、というのが、機械で出まして、いや、嘘やろ、と。 いうので、あの、窓口の方まで行ったら、あちょっとまあ無理ですと。で、なんか、その荷物検査のとこ行ってくださいって言って言ったら、そこも無理ですと。もう30分経った時点で、受付終了してるんで無理ですと。で、これどうしたらいいんですかって聞くと、あの、もうまた、航空券取っていただくか、もうお帰りいただくかだけです、みたいなこと言われて、なんやそれはと、となったんですけど、まあまあね、本当その日1日ぐらいは、 なんか何やってんねやろうなと思ってね、あの、1月3日、正月3ヶ日ですかね、3ヶ日最終日過ごしてたんですけど、まあ、あのー、年始にね、こういうことがあって、学んだことが1個ありまして、まあやっぱり時間守らなあかんなと、まあ時間別に守ってなかったわけじゃないんですけど、あの、やっぱりその、僕今まで JAL とかでですね、結構行ってたりしたので、結構20分前とか15分前、10分前の時に入れたんですよ。なんですけど、ピーチの場合、やっぱりあの、格安の航空券とか入れないみたいで、やっぱりまあ時間守らなあかんなって、 いうことと、あとはですね、こ,のこういうなんか出来事が起きた時、マネージャー、ね、ほんまにホンマにニュースとか見てるといろんなことあったと思うんですけど。 あのね、あの、一年の初めに起きたら、まず物事の捉え方やと思うんで、別になんか、あのー、思想が強いとかいうわけじゃないんですけど、ほんまに物事の捉え方で、年始にこういう、まあ僕みたいにね、ちょっともう僕の場合はちょっと微妙なラインなんですけど、あのー、まあまあ、あんまり良くないこと、ほんまやと起きないってのに言ってないとか、そんなことがあったんですけど、今年、初めにこんな悪いこと、良くないことがあったから、あとはもう一年間良い,いことだけだろうっていう捉え方をね、した方が僕は絶対的にいいと思います。ここで、 あの、うわ、ね、年始こんなんあかんねや、最悪のスタートや、ってなったら今年一年あかんねやろなって思ったらやっぱり悪い方に行ってしまうと思います。あの別に、さっき言ったようにその思想が強いとかどうのこうなんだうと、普通に物事の捉え方なんでね。なんですけど、あのー、こういうことが起きた時にどう捉えるかっていうのもね、すごい大事だと思います。ただ、あの結果として僕は沖縄に行ってなくと変わりはないので、また行きたいなとは思うんですけど、まあ、年内の目標としてはもう一回ちょっとリベンジして沖縄どっかで行こうかなと思います。はい。 てな感じで、あの、年始からですね、ちょっとまあまあ、あの、とんでもないことが起きて沖縄に行けなかったんですけど、まあ、とはいえ、さっきも言ったようにですね、えー、これ以上悪いことというか、えー、変なことはね、起きないかなと思って、今年もいい年になるだろうと思って、また1年間頑張っていこうと思いますので、えー、今年も1年間よろしくお願いいたします。ではですね、今回も動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございました。